はちょっと緩かったんです。で朝でも回数は一回です。で吐いたのは今日朝に2回パパと出したもんだから。それはどのタイミングで？泡ですか。ご飯食べる前。そう。ここに来るちょっと前に少し食べたんですけど、腰が痛くなって。それは戻しない。戻してる。声がちょっと違ってますね。はい。声が違ってますね。二段目、咳が出るから。うん、私急に寒くなってるからね。確かに。コロナいいです。もう5回打ってます。本当ですか？5回ですか、うん、でもさ、ワクチン打った後大丈夫です？熱出ないんですか？あ、熱はね、出なかったです。いつも出ない？うん、ちょっと肩が痛かったけど、5回目の方が楽です。ないですかね。ね、熱が出ちゃう人多いじゃないですか、ね。話聞くと、私の話聞くと。で、はい。いやいや、あのね、ごめんなさい、この子の話だけで、はい、コロナのワクチンって熱が出る人結構多いんですよね、はい、話聞くと。脈はしっかりしてますね。うん、まあ、っていうか、腎臓病があるからちょっと血圧は高めだと思いますね、この子とかはね。で、調子。はい、ごめんね。はい。まあ、調子、呼吸音、心臓の音、ここに。17歳でしたっけね。身の回りにはいい感じですね。はい、じゃあ、いや、夕方。そうですね、はい、夕方じゃあ。すいません、お願いします。はい、じゃあ、食事はね、あげますね。はい、ちょっと顔見せて。ごめんね、夕方。よし、そのままさ、2番に移ってくれたら。